駅構内の様子ラムセス駅は、エジプトの首都カイロにある、エジプト鉄道のターミナル駅。駅名は古代エジプト王朝時代のファラオで、アブシンベル神殿を建てるなどした、ラムセス2世に由来し、1955年にはナセルによって、駅前の広場に、ラムセス2世遺像が建てられた。もともと駅はミスル駅と呼ばれ、1856年にカイロとアレキサンドリアを結ぶ。 鉄道路線の終着駅として建設された。現在の駅舎は1892年に新たに建設されたもので、1955年に改築されている。また最近の駅前広場の整備を含む再改築は2013年末頃に完成し、一部供用を開始している。なお、ラムセス二世像は二千六年八月十五日に、当駅前からナイル川を越えて、 現在移転され、現在はピラミッド地区のレマイや広場北側に建設中の大エジプト博物館、敷地内、リングロード沿いに設置されている。駅前には10月6日、高架道が横断しているが、もともとは、市内側からの高架道は当駅前が終点であった。その後ヘリオポリス方面に延長されたが、メトロ2号線の駅区対工事の際には、 この延長部分の橋脚が障害となり難工事となった。また、路面電車であるヘリオポリストラムの駅も現在の位置に移動した。駅の南北及びインババ方面ホームとは駅構内の地下通路で連絡している。一方、メトロ1 2各線の諸波台入り口は当駅正面の敷地外にあるため、連絡には駅建物を出る必要がある。 2019年2月27日、列車が線路の終点にある障壁に激突して出火した。列車は爆発、炎上し、少なくとも25人が死亡、47人が怪我を、負った。原因は運転手が別の列車の運転手と口論になり、機関車を離れたためで、運転手不在となった列車は暴走して駅に突っ込み、炎上した。ありがとうございます。